こんにちは、かっちゃんです。今日はですね、お客様から沖縄のすごく甘いお芋をいただきました。でね、そのお芋を食べるんですけど、お芋は食物繊維もいっぱいで、ハムちゃんもとても大好きだと思います。そして沖縄のお芋はちょっと特殊で甘いお芋なんですよ。ハムちゃんもね、甘いのがとっても大好きなので、今回は一緒にお芋を食べていきたいと思います。はい、今回お客様からいただいたお芋がこちら。すごく丸っこくて小さくて可愛いですね。これがさつまいもなんですよ。こういう根っこ系のものはカムちゃん大好きなので、一緒に食べたいと思います。食べる？クンクンしてるね、チップちゃん。こちらがお芋です。ではね、早速あげてみたいと思います。お芋はね、甘いのでハムちゃんもすごく好んで食べます。ね、チップちゃん、ハムちゃんの体の特徴の時にもお話ししたんですけど、甘いものイコール体にいいとハムちゃんは思うので、お芋もね、すんなり食べてくれると思います。ではあげてみましょう。カロリーが高いのでね、揚げすぎには注意が必要です。栄養価もとても高いですね。お、食べた。かわいい。硬いままのお芋でもいいんですけど、柔らかいお芋の場合は高齢のハムちゃんでも食べやすいので、そしてこうやって温めてあげることで甘さと栄養価が増すので、ハムちゃんにはとても食べやすくて栄養もあっていいと思います。揚げすぎはね、下痢になるので注意しましょう。初めて食べるけどやっぱ大好きだね。やっぱりこういう根っこ系のお野菜とかハムちゃんすごく大好きですね。あんまり揚げすぎは良くない。あとさつまいもの注意点、傷みやすいので、こうやってね、今ほっぺた入れたんですけど、このほっぺたに入れたのを巣に持ち帰る習性があるので、それをね、いち早く飼い主が見つけてあげて取り除いてあげないと、傷んだものを食べてしまう可能性があるので、こういう痛み系をあげたら、もうすぐに次の日必ず巣の隅々までチェックして、まあ、掃除してあげるのが一番いいと思います。もう食べないかな、チップちゃん。食べない？もういらない？もういらない？いらないね、チップちゃん。じゃあね、次はデールちゃんにもあげてみたいと思います。よし、じゃあチップちゃんお家戻ろっか。じゃあ次デールちゃんにあげてみたいと思います。うん、食べてくれてる。美味しいかな？うん、美味しいのかな？手離そう、離すね。はい。お、食べてくれてる。デールちゃんもやっぱ大好きだ、さつまいも。ちょっと手をゆっくり離さないと。ゆっくりゆっくり。あ、驚かせちゃった。夢中で食べてるね、デールちゃんも。お芋大好きだね。かわいい。お、デールちゃんも完食です。はい、完食です。やっぱり、こういう根野菜はね、チップもデールも大好きでしたね。これからはね、焼き芋の季節になると思うので、皆さんも、もし焼き芋、買う機会があったらぜひ、あげてみてはいかがでしょうか。ハムちゃんも大好きです。意外とね、チップちゃん、もともとご飯あげた後で、お腹も膨れてる状態でも食べてくれたので、かなり大好きだと思います。デールちゃんも手渡しで食べてくれてるので、本当にさつまいもは大好きだったんだと思います。ちょっと僕も食べてみようか。せっかくね、お客様からいただいたので、どんな甘さなんだろう。うん、かなりね、しっとりとしてるさつまいもだ。甘みが強いのが特徴みたいなんですけど、これね、カロリーも高いので、ハムちゃんにあげすぎると、すごく太っちゃうので、そこはすごく注意が必要です。でもビタミンとか栄養価が高いので、皆さんもさつまいも食べた時はほんと一かけらハムちゃんにもあげてみるといいかと思います。ただね、食べれる食べ物ではあるんですけど、注意する点がたくさんあるので、しっかりとね、そういう注意点を守ってあげてみてください。ごちそうさまでした。今回ね、いただいたお芋、安納芋というお芋なんですけど、沖縄のお芋でとっても甘くてしっとりしてて、すっごく美味しいので、皆さんもね、もし見かけたらぜひ、一度はね、買って食べてみてください。すごく美味しいです。ハムちゃんもとっても大好きなので、ぜひ、あげて一緒に食べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。